地に行く日までのお楽しみだからね。
が可愛いって言ってくれたからこれに決めたの。あともう一つの服もありがとう。パジャマだっけ。そんなことないよ。忍者が忍び装束で生活するのは当たり前のことだし、そもそも私が里に荷物を忘れたのが悪いんですね。でもパジャマを買ってもらったから今日からずっと着てることにする。見せたくないっていうわけじゃないからね。うん、遊園地に行く日までのお楽しみだからね。外にいた頃は大凧に乗って景色とか見てたから。
からいっぱい遊び。ああ。そうだね。なんで謝るの？私は主様と一緒にいられるならどこでもいいよ。これがホットドッグ。おいしい。ねえ主様、主様のホットドッグも一口ちょうだい。あんなに小さい子を人質にするなんて許さない。
よ。
お話だけでも聞いて